グアンフラベルガンティニオスヒルモスケラまた中央へベルガンティニオスモスケラ速いパス回し詰められましたからね縦にボールをつないでいきますサイドを縦に走らせますスルーパスキーパー前へ蹴り出しますサイドを使うこのパスが抜けるヒルいボール縦へモスケラ前線へ大きなフィードです両チームとも慎重な感じですかね多少守備的な入りですよねウィデッティ緩いボールここはつながりませんモスケラフェルナンド・ナバーロ左サイド上がっていくロングフィードで狙うこのボールに触りますファジルもう一つ前に行きたいスルーパスを出す抜けたここは要注意ですよ裏に味方を走らせるこれはどうやらオフサイドのようですルイジーニが飛び出していましたギリギリですね、はい、ちょっと残ってましたかねここは競り勝ちますのボールアーチのようなパスゴールキックとなりますこれは通しませんファジル裏のスペースを狙うさあ柔らかいボール裏を狙いましたが通りませんグアンフラー最終ラインまでボールを下げるベルガンティニオスパースをつなげます裏へ抜けたさあシュートレンジだとボールはに入れますここで収まるヒルファーストハーフも残り時間少なくなってきましたスコアは0対0ですポニー大きく前線に入れますさあここでカウンターベルガンティニオス前半の41分を回りましたポニアーチのようなパスつながります
グアンフラン、サイドのスペースを使います。このボールをカットします。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。ポルニアとしては前半をゼロで抑えるっていうことがテーマでもあったように見えたので、ええ、そういった意味ではまあまあの前半両者のプライド激突ということになるのでしょうか。しかしこういうダービーマッチになるとレフリーの方も非常に大変です。前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあ後半、ポルニアとしては攻撃の形はできてますからね、後半も続けていきたいでしょうね。サイドのスペースへ走らせる、マイナス、ミドル浮いてしまった。ギリギリ枠に行かなかったんですけども、見事なシュートでしたよね。枠に行っていればゴールだったかもしれませんけどもね。キル、ファジル、キル、セルジ・ゴメス、ロンカグリア、大きく縦へ、チャレンジはしません。後ろに流す、ベルガンティニオス、ロングフィードで狙う、どうだ、ヘディング、ルイジーニョ、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。点で合わせてきましたよね。入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。キル、ルイジーニョ、裏を狙っていきます。フェルナンド・ナバーロ、スペースへ出す、これを読んでいた。キル、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。そうですね、今日は中盤でのパス回しの中心を担ってますからね。マークをすることで彼の思い通りにさせないことが大事だという判断でしょうね。モスケラ、ここで前を向けるか、キル、拾いたい。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。後半に入ってからも動きが少ないですからね。試合の展開という意味では少しおとなしいですからね。先制点が非常に重要ですよね。アーチのようなパス、チャンス抜けた、フリーだ、ジュゼッペ・ロッシェ、ポスト左をかすめていきました。ルイジーニョ、グアンフラン、ファジル、グアンフラン、ちょっとね、出せるとこなかったですからね。ロンカグリア、裏のスペースを狙う、ジュゼッペ・ロッシに渡る、1対1対1、前開いた、これは奪い返します。ちょっと危ないぞ、このパスは。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあこれで交代枠を全て使い切ります。セウタ、サベド、アーチのようなパス、いいボールですね。
スケラ、裏のスペースへ、ホニー、アーチのようなパス、カットです。グアンフラン、大きく縦へのアーチ、このボールをカットします。モスケラ、アウェー側が結構横に広くピッチを使ってますけどもね、うん、先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、サイドから攻めようという意図なんですね。そうですね、あとはタッチラインまで開くことで中にいるディフェンダーを外まで釣ってこられるんですよね。そうすることで中央にバイタルができやすくなるメリットもありますからね。はい、ロングフィードで狙う、これは繋がりませんでした。切る、パスでつないで攻め込んでいきます。コルーニャ、さあつながるか、ロンカグリア、一気に縦へのアーチ、モスケラ、長いボールを送ります。フェルナンド・ナバーロ、ルイジーニョ、裏へ届くか、あ、これ落ちいですね。時間かけずに攻めたいですよね。モスケラ、組み立てながら攻め上がっていく、縦にボールを送ります。ロンカグリア、味方を走らせる、このパスが抜ける、セウタ、ここでファールがありました。上です。0対0、今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。運命の決戦、さあ終わり。